バルケッタとは、イタリアの自動車メーカーであるフィアットが生産、販売していたニシーターロードスター。ヨーロッパ内のみならず、日本にも輸入され、フィアットオートジャパンで販売されていた。社名の由来は、イタリア語で、小舟を意味するバルケッタである。イタリア製のライトウェイトスポーツカーを代表する車の一つである。外装デザインは当時フィアット社に在籍していた。 ギリシャ人の自動車デザイナーであるアンドレアス・ザ・パティナスの原案をもとに開発されたものである。フィアットとしては、フィアット X1、9以来、久々の小型スポーツカーとして1995年に発売される。プラットフォームは、フィアットプントのものをベースとした横置きエンジンの全輪駆動車だが、オープン化に伴い大幅な強化が行われている。 ホイールベースはスポーティーなハンドリングを得るため、プントよりも短縮されている。トランスミッションは5速 MT のみ。左ハンドル仕様のみの設計であり、左側通行である日本やイギリスへの請求輸出はされたものの、特にイギリスでは右ハンドル仕様の不在がセールスの足を引っ張った。デザインは内外装とも、フィアット車内によるもので、かつてのフィアット850スパイダーを想起させる。 レトロな外観が特徴であるが、フィアットによると細部のデザインは古いフェラーリやジャガーからヒントを得た部分もあるという。生産はランチアデルタ 1F インテグラーレの生産を担当していたカロッツェゲア・マジョーラに委託された。エンジンは専用開発の可変バルブタイミング機構付け 1747cc 最高出力 130PS6300 RPM、最高トルク1 6 7 k g ス m 4600rpm の DOHC エンジンを搭載する。このクラスの自然吸気エンジンとしてはごく平均的な数値であるが、車重が 1090kg と軽めであるため加速が良く、モータースポーツにおいては、より排気量の大きなエンジンを積むアルファロメオ145、147や155、156とも、 対等に渡り合う姿が見られる。バルケッタは1995年から2002年まで生産、販売されていた。その後、2004年に後日のニューバルケッタが発表されるまで市場から姿を消していた。バルケッタの後継として、日本国内では2004年7月に発表されたのが、フィアットニューバルケッタである。基本的には、初代のマイナーチェンジモデルであり、 車子やエンジンに大きな変更はないが、ホイールタイヤのサイズが15インから16インに拡大され、初代ではオプションだったアルミホイールが標準装備となった。外装は当時流行していたシングルフレームグリルを採用し、フロントバンパー、リアバンパーのデザインなどが変更された。これにより、初代のモデルよりも上質さを感じさせるデザインとなったが、 車両重量も 20kg 増加している。初代のバルケッタとは異なり、生産はフィアット車内で行われていた。ありがとうございます。